皆さんこんにちは。始まりました NBA 選手名鑑。今回特集するのはブラッドリー・エマニュエル・ビールです。ウィザーズ一筋で生きる彼ですが、そんなブラッドリー・ビールのあまり知られていない10の事実をお伝えします。1個目、1993年6月28日、アメリカ合衆国ミズーリ州セントルイスでブラッドリー・エマニュエル・ビールは生まれました。ビールが将来アスリートになることは多くの人が予想できたことでした。彼の父ボビーは元アメフト選手、母のベスタは元バスケットボール選手だったためです。ビールには2人の兄と2人の弟がいて、両親は5人の子供たちがスポーツをプレーするためのサポートを惜しみませんでした。5人兄弟全員がバスケとアメフト両方でトップクラスの選手となっています。2人の兄ブルースとブランドンは、子供の頃のビールにとってはコーチでありメンターでありアイドルでもありました。バスケやアメフトはもちろん、ジムでの効率的なトレーニングの方法なども兄たちから学んだそうです。両親や兄からの深い愛情と英才教育を受けたビールは、当然のように一流のアスリートに成長しました。9歳の時には兄たちと一緒にセントルイスの屋外コートを回り、20歳の大学生たちに混ざってもすでに互角以上のプレーをしていたそうです。2個目、高校は地元セントルイスのシャミナード高校に通いました。2010年の FIBA Under-17 世界選手権でアメリカ代表として出場し、1試合平均18ポイントを獲得、チームの優勝に大きく貢献しました。さらにオールトーナメントチームにも選出され、 MVP を受賞する大活躍を見せました。3年生のシーズンでは1試合平均 32.5 ポイント、 5.7 リバウンド、 2.8 アシストを記録しています。日常的に屈強な兄たちと2対1でバスケを練習し、トレーニングパートナーとして2人の弟たちと一緒に体を鍛えているビールは、高校生リーグの中でも頭一つ抜けた存在でした。2011年にはミズーリ州で最高の高校バスケ選手に贈られる賞、ミスター・ショーミーバスケットボール賞を受賞しています。高校で輝かしい実績を残したビールですが、天狗になったり利己的なプレーをしたりすることはありませんでした。シャミナード高校のコーチケルビン・リーはビールについて、彼は当時から利己的な子供ではなかった、生徒としても人間としても今まで会った中でも最高の人間の一人だ、将来は必ず他の偉大なプレイヤーたちと肩を並べるようになるだろうと思っていたと語っています。3個目、ビールは地元ミズーリから遠く離れたフロリダ大学に進学し、フロリダゲーターズでプレーしました。デビュー戦で14得点を記録し、早速活躍を見せます。しかし初めて家族の元を離れたためか、ビールは大学で人生最初のスランプに陥ってしまいました。スリーポイントの成功率が突然 10% 程度になってしまったのです。彼を心配した両親はミズーリからはるばるビールの元に駆けつけます。ビールのプレーを見た母ベスタは、このスランプがメンタル面の問題であることを見抜き、彼にアドバイスを伝えました。ビール、今のあなたに足りないのはバスケを楽しむという気持ちだけよ。両親が応援に来てくれた対ジョージア戦でビールは6本中4本のスリーポイントを決めて、チームは勝利し、ゲーターズはベスト8まで進出しました。ビールは当時について、初めて経験したスランプだったので何をどう直したらよいのかさっぱりわからなかった、でもスランプの乗り越え方を学ぶことができたよ、ただバスケを楽しめばよいんだと振り返っています。ビールの強さの秘密は両親や兄弟の愛情にあったことがわかります。ビールも家族を愛し、彼らの足では今僕はここにいなかったといつも言っています。ビールの背中には常に家族の支えがありました。4個目、ビールが大学リーグでプレーした期間は1年もありませんでした。2012年、2年生には進級せずに NBA ドラフトにアーリーエントリーをします。1巡目3位でワシントン・ウィザーズに指名され、彼は現在までずっとウィザーズ一筋でプレーし続けています。ルーキーイヤーから最高24得点を取るなど活躍し、オールルーキーファーストチームにも選出されました。翌年はチームにジョン・ウォールが怪我から復帰したことで、ウィザーズは2008年以来となるプレーオフ進出を果たしました。
爆発的な身体能力とリーグトップのスピードを持つウォールとのデュオはリーグでもトップ3には入るほど優れたデュオで、ビールはスター選手であるウォールの相棒的な存在でした。さらにビールは得点力を年々伸ばしていき、ウィザーズにおいてウォールと横に並ぶダブルエースとしての地位を確立していきます。ビールはドライブインからスリーポイントまで得点できる攻撃的なガード選手です。特に強力な武器はステップバックであると本人が自負しています。またクラッチタイムにも強く、ウォールよりシュートタッチが良いので、ここぞという時はビールがシュートを任される場面が多い印象でした。2017-18 年シーズンには自己最高となる51得点を記録し、自身初となるオールスターにも出場しました。2018-19 年シーズンは残念なことにウォールが年末に自宅で転んでアキレス腱を断裂するというよくわからない大怪我をして欠場してしまい、2人のコンビが途中から見られなくなってしまいましたが、ビール個人ではさらに得点力を伸ばしてチームの絶対的エースとなります。ウォールの穴を埋めるべく、平均出場時間はリーグ最長となる37分近くとなり、自己最高となる1試合平均 25.6 得点、5リバウンド、5.5 アシスト、1.5 スティールを記録。さらにはシーズン中に2度の40得点を超えるトリプルダブルを記録するという、60年代のオスカー・ロバートソン以来となる快挙も達成。2年連続でオールスターにも選ばれています。2019-20 年シーズンでは史上6人目、2007年のコービー・ブライアント以来となる2日連続50得点を達成しており、新型ウイルスによりリーグが自粛されるまでの期間では1試合平均 30.5 得点という驚異的な得点力を見せています。これはリーグにおいてジェームス・ハーデンに次いで2番目の記録です。5個目、2020年1月、ビールは素晴らしい記録を持ちながらオールスターのリザーブメンバーから漏れてしまいました。オールスター出場選手の発表後に、なんでこの選手がいないんだとファンが怒るのは毎年恒例ではありますが、ビールほどの選手が選ばれなかったのはさすがにかなりの衝撃です。1試合平均得点が27得点以上の選手でオールスターのメンバーにならなかった選手は、 NBA 史上でもオーランド・ウーリジとマイケル・レッドのたったの2人しかいなかったそうです。しかもこの2人はオールスター前に欠場が多かったという理由がありました。ちなみにビールと同じくデビン・ブッカーも27得点以上の成績だったにもかかわらず、今年のオールスターメンバーに選ばれませんでした。これに対してビールは、正直ちょっと怒ってる、自分がどんな選手か分かってるつもりだ、僕は今後も戦い続けるし絶対にウィザーズをプレーオフに導いてやると悔しそうにしていました。アイザイア・トーマスもこの件については、リザーブの選手方法はとても政治的だ、リーグは彼らが贔屓してる選手を選んでる気がするね、どう考えてもビールはオールスター選手だよと不満を口にしていました。6個目、ビールは同じ地元のラッパーネリーと小さい頃からの友達です。ビールの母が勤めていた高校にネリーが通っていたことから家族ぐるみの付き合いがあります。小学生のビールをネリーがまるでベビーシッターのように学校まで送り迎えしてあげたこともあるそうです。2014年のオールスターウィークエンドではコートサイドの席にネリーが座っていたのが確認できます。ビールがスリーポイントシュートアウトに出場した時は大興奮した様子のネリーが駆け寄り、ビールとノリノリでロータッチしていました。ちなみにこの時のビールはマルコ・ベルネッリに次いで準優勝を果たしています。幼少期の頃からビールを見守っているネリーは、ビールについて、彼の強い決意と一流のプレーには育ちの良さと両親の強さが現れている、これからも彼がどこに行くのかを見守っていきたいと、ラッパーらしからぬ本当にベビーシッターのようなことを言っています。7個目、ビールは自分のプレーの参考にした NBA 選手が3人いるそうです。それはアレン・アイバーソン、レイ・アレン、ドゥエイン・ウェイドです。テレビ番組オール・ザ・スモークでビールは彼に影響を与えた3人の選手について語っています。レイ・アレンのシルクみたいにスムーズなシュートが大好きだし、アレン・アイバーソンにはコート内において全て彼の思い通りにできる力がある、ドゥエイン・ウェイドはどこからでも得点できるけど特にミッドレンジが個人的に一押しだね、それに彼がシューティングガードで身長が平均以下だったこともあるし、僕はいつも彼のプレーが自分に必要なことだと思ってる。ビール曰く、自分のプレースタイルはこの3人の一流ガード選手のミックスを目指しているとのことですが、現在の NBA リーグでトップクラスの選手となったビールを見れば、なるほどとうなずけますね。
8個目。2016年1月、当時のアメリカ大統領バラク・オバマはワシントン DC のホワイトハウスでアメリカで多発する銃乱射事件について演説しました。このような大量殺戮が起こる先進国はアメリカだけだと批判し、一般人が銃を購入する際の条件を重くする銃購入規制強化を大統領令として発表しました。会場には銃撃事件の遺族らが集まり、オバマ元大統領は圧力団体が今の連邦議会を人質に取るかもしれないが、アメリカを人質にすることはできない、もう目を背けるのはやめようと涙を流しながら、しかし力強く述べました。この会見の最前列にはブラッドリー・ビールとアラン・アンダーソンが傍聴していました。2人はリーグの代表として参列し、 NBA が銃規制に賛同することを代弁したのでした。ビールはオバマ氏の会見の後、私のチームメイトとリーグ、そして私の家族の代表として参加させていただきました。大統領の話はとても身近で深刻な問題として私の心に響きます。私の幼馴染のカップルも銃によって亡くなっているからと強い当事者意識を表明し、ギャングが使うような暴力がいつでも誰でも簡単にアクセスできる場所にある、とても悲劇的な事実だけど、我々はそれに立ち向かう必要があると思いますと語りました。銃乱射事件はオバマ政権時にも残念ながら減ることはなく、アメリカという国が抱える複雑な根深い問題です。オバマ元大統領が涙を流して発令したこの銃規制法は、後にトランプ大統領の政権で無効にされてしまいました。ビールやアンダーソンのような著名人が政治や社会問題について発言すると議論や批判の対象になりやすいですが、彼らは自分たちの感情を表明することを恥ずかしがるつもりはないと毅然とした態度で臨んでいます。また最近のアメリカにおける黒人の人権問題についてもブラッドリー・ビールは SNS で触れています。ワシントン市長のバウザー氏はホワイトハウスのすぐ近くの道路をブラック・リブズ・マター通りに改名し、道路に黄色い文字でブラック・リブズ・マターと大きくペンキを塗りました。この通りはホワイトハウス近くで行われたデモが強制排除された場所であり、抗議デモに対して連邦軍動員も辞さない態度のトランプ大統領と真っ向から対立する立場を表明したのです。ビールはこの道路の写真をインスタグラムでシェアし、承認してくれてありがとうとバウザー市長にエールを送りました。9個目。ビールのチームメイトである日本人選手八村塁はデビュー戦でいきなりダブルダブルを記録するなど活躍を見せてくれています。怪我の影響で一時的に欠場してしまった期間もありましたが、ビデオ分析などで熱心に研究をしていました。そんな八村選手のバスケに対する熱意をビールは高く評価しているようです。ザ・ローポストによると、ビールは八村について、高い潜在能力を感じさせる、彼はサイズの小さい選手を相手にポストアップができて大きい選手を守ることもできる、とても多様な才能の持ち主なんだ、彼のことは本当に気に入っているよ、熱心にバスケに打ち込んでいるからね、彼の才能は本当に計り知れないから誰と同等かはまだわからないかなと語ったそうです。また怪我から復帰した直後で思うようにプレーができず苦戦する八村選手に対してビールはウィザーズの練習の後に二人きりで話をしたそうです。その時の話を八村選手本人が語っています。昨日の夜ビール選手と一緒に話をしました。彼が何年もプレーしてきた方法と毎回どんな風にコートに向かっていくのかをビールに質問したんです。どうすれば彼のように常に一貫性を持ちエネルギッシュに活躍できるのか知りたかった。そうしたらリラックスしてバスケを楽しむことだよと言われました。バスケを楽しむこと、それはかつて大学時代のビールがビールの母から言われて立ち直ったアドバイスでした。またビールは八村について、今の彼にはチームやコーチ、両親、そして日本のファンからの大きな期待があるけど、それがかえって必要以上の重圧になってしまっている、彼に必要なのはそうした外からの声を一旦遮断して周りに影響されずにバスケをプレーする方法を見つけることだと分析していました。かつて親元を離れて人生で初めてのスランプに陥ってしまい、バスケを楽しむ気持ちを一時的に忘れてしまった経験があるビール、過去の自分の経験から八村選手の気持ちがビールにはとても共感できたのかもしれません。10個目。ビールはウィザーズから他のチームに移籍するのではないかという噂が最近またしても上がっています。八村選手を獲得したウィザーズですが、
ウォールがリハビリからまだ復帰できておらず、チームの成績はあまり良くありません。ビールは個人としては凄まじい得点力を見せていますが、オールスターに漏れた件もあり、他のチームの方がビールにとって活躍できるのではないかという理由からトレードの噂が立ちました。実際ブルックリンネッツがすでにビールの獲得に向けて動いているという話もあります。確かに過去のウィザーズはビールとウォールというリーグでもトップクラスのデュオがいながら、なかなか結果が出ないチームで、挙句ダブルエースを両方トレードに出そうとしたこともあり、ビールがフロントに対して直接不満をぶつけたことがありました。しかし去年からジェネラルマネージャーが変わり、チームの再建を信じたビールは契約延長を選択しています。その理由についてビールは今年の4月にザ・ローポストの取材で説明しています。最終的に僕はチームを去るよりも前向きにここに残りたいと感じたんだ。とある球団は君を中心として選手を集め直すとまで言ってくれたから、もし移籍となればそれはそれでいいチームだったかもしれない。けれど僕はウィザーズのピースだ。僕の役割はこの場所にあって、僕自身それを愛しているんだ。ウィザーズのエースとして八村選手たち若手を引っ張るリーダーとしての役割を全うしたいと表明したビール。今後どうなるかは分かりませんが、可能な限り本人の意思が尊重されてほしいですね。いかがでしたか？信用しっかり持っているブラッドリー・ビールを好きにならざるを得ませんね。いつもいいね、コメントありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。